そう、上手よ。焦ると失敗しちゃうからゆっくりでいいわ。どう？アクセサリーって意外と簡単に作れるでしょ？凝ったアクセサリーだと話は別だけど、パーツを好きな順番でつなげていくだけでも自分好みのネックレスやブレスレットになるのよ。たまに違う色や形のパーツを、こういうウッドビーズとかフェザーをつけるとアクセントになって素敵だと思う。ここの金具の付け方はわかる？金具を通してから長すぎる部分をニッパーで切るの。やってみて。あ、大丈夫？もしかしてニッパーで少し指を切っちゃったんじゃ。大変、血が滲んでいるわ。すぐに保健室に行かなくちゃ。包帯が必要になるかもしれない。あ、でもまずはハンカチで止血よね。こうやって強く押さえておいて。いい？手を離すわよ。ね？血が滲んだくらいで大げさですって？大げさ。そう言われてみるとそうかも。私ったら焦りすぎね。じゃあ二人で保健室に絆創膏をもらいに行きましょうか。